ご紹介ありがとうございます。私も長い方のもう一つの方ですね、ライフサイエンス統合データベースセンター、略して DBCLS と呼んでますけれども、そこから参りました小野博正と申します。本日はこういうタイトルでですね、まさにすぐ使えると。ちょっと今日ざーっと拝見すると、ラップトップのマシンをお持ちの方があんまりいらっしゃらないんで、ここでやってくれっていつもよく言うんですけど、なかなかそれはできないかもしれないですけど、もしお持ちの方、お配りの資料にもですね、URL すべて書いてるようにしてますので、お気軽にですね、アクセスして使いながらちょっと話を聞いていただければなというふうに思います。で、こちら、先ほども NBDC にアクセスするとお金が取られるんじゃないかご心配というお話もありましたけれども、よくやっぱりね、言われるんですね。これ大丈夫なんですかみたいなこと言われるんですけれども、基本的にもうすべて誰でも自由に、無料で、かつ登録もいりません。ただ、その使用条件というのか、もし何か役に立った時にはここに載ってた情報を使いましたっていうことを書いていただけさえすれば、もうどのように使っていただいても構いませんというふうに、ポリシーでサービスを提供しておりますので、この点ご留意ください。で、私なんですけれども、ツイッターっていうのをやってます。もしよかったら見てみてください。あと、経歴なんかはこの辺に詳しく書いてあります。で、こんな感じでやってまして、馬好きです。どうでもいいですね。それで、馬の研究をしてたかってそうではなくてですね、学生の頃は豚の細胞を使って研究してました。で、もともと、いわゆるコンピューターを使うってメインでこう仕事をする仕事は、こうウェットな研究、生物の、ものはウェット研究とかっていうんです。それに対してコンピューターがメインで生物学を解いていくっていうのが、ドライ研究とかっていうんですけれども、私はそういう区分で言うと、もともとウェットの人間でピペットマン握って顕微鏡を見ながら細胞をいじるみたいな、そういう仕事をずっとしてたんですけれども、後ろの方にこうなるにつれてですね、なかなかそういう、言ったら何でしょうね、竹やりでやってるとなかなかしょうがないというところにぶち当たりまして、それでこういう大規模にやるというところをやるのにあたって、コンピューターでこうデータを解析したりとかしないといけないというところになりまして、コンピューターを使ってこういう問題を解いていくと、そういうふうにスタンスがこう変わってきつつあると。かっこよく言うと、両方使うような研究のスタイルでやってまいりました。で、いろいろ縁があってですね、この今の現職の DBCLS というところに来ることになったんですけれども、で、私何をやってるかっていうと、先ほどからちょっと説明が出てますけれども、今回も後ろで録画をしているのがこの統合 TV というもので、もうちょっと平たく言うとですね、この生命科学分野の使える、皆さんがよく使ってるですね、データベースですとかウェブツールの活用法をですね、これを動画で紹介しようという試み、これがですね、 DBCLS できてもう10年ぐらいになるんですけれども、発足時からほぼ発足時から始まってるサービスで、もう10年ぐらいやっております。で、ちょっと後で詳しく紹介しますけども、それの編集なんかをやっております。で、あともう一つはですね、これ公共データベースを使って誰でも使えますよってことを私たちよく宣伝をしてるんですけれども、なかなかそうは言っても普通の人は使えないというところがありますんで、我々の方で咀嚼をしてですね、普通の人がこうクリックしていくだけで使えるようなデータベースみたいなのを作っています。これ、レフェックスと言います。で、もう一つは、いろんな全国でですね、こういうデータベースの啓蒙普及活動みたいなのをしてるんですけれども、それの講師みたいなこともやっております。で、DBCS の立ち位置ということで、よくわからないカタカナのこういう名前が続くんで、あんまり、ここを覚えてもしょうがないんですけど、一応どこかピンと来ていただければいいかなということで、これよく出すんですけれども、前の援助の皆輪さんがこちらとこちらにいますという話をしてましたが、こことここがですね、共同研究をしてますよという間柄になっております。で、なんかこう機構としては別なんですね。なんです。で、もう一つ、こうなんかロイス、JST に対してロイスっていう機構がありまして、で、この後に話される森さんはですね、国立遺伝学研究所のご所属なんですけど、一応そことこう、なんていうんですかね、協力連携という形になってます。で、DBCLS はその柏と、千葉県の柏市にラボがありまして、もう一つが三島って書いてあるんです。これ、国立遺伝学研究所が三島にあるんですね。で、ラボは実は4階と5階で非常に近いという、森さんとはそういう感じなんですけど、ということで一緒にやっております。で、なんで一緒にやる必要があるかというとですね、この遺伝研の中にはですね、 DDBJ という、 DDBJ って皆さんご存知なんですかね。大体知ってらっしゃる。塩基配列とかをこう
解いたときにここに必ず登録しなきゃいけないというそういうあの DNA のバンクですけれども、まあ、そこが入っているというところで、ここにまさにですね、その先ほど来出てきているビッグデータがどん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 毎日毎日こう入ってきているわけなんです。でこれをですね、我々のデータベースセンターなので、これをうまく利活用するようなツールとかあの技術開発をしなきゃいけないということで、まあ、まさにですね、あの現地に何人かが行ってですね、実際に協力連携して開発を進めていると、まあ、そういう形になっておるところです。で早速もうここからですね、あのずっとサービスツールの紹介をしてまいりますので、よろしくお願いします。でまず統合 TV ということなんですけれども、こういうインターフェースでやっておりますが、先ほど紹介した通りデータベースウェブツールの使い方をですね、手取り足取り解説をすると。で従来こういうあの試みっていうのは、まあいろいろ、まあ基本的には書籍でよくあって、こう使えるデータベースを本で紹介するなんていうのは結構売れるみたいなんですけれども、まあそういうのやってきたわけなんですが、本の弱点はですね、やっぱりどうしてもその2次元というか、そのスクリーンショットを撮ってここの画面のこういうところをクリックすると次のこんな画面に行きますとかっていう、まあこう細切れみたいになるわけなんですけれども、そうするとその基本的にああいうのって分かってる人が作ってるもんで、あのそのスクリーンショットはその人にとって当たり前なんですけど、あのそのあんまり知識のない人が触り出すとですね、そもそも次の画面にどうやって行ったのか分からないとか、なんでこんな急に画面が出てくるんだとか、割とそういうご経験あるんじゃないかと思うんですけど、まあそういうのが弱点だと僕らも思ってました。そこで当時ですね、あの YouTube、動画投稿サイトの YouTube が出てきて、これから動画じゃないかというところで、あの始めたのがですね、10年前に動画で始めました。で動画だと何がいいかっていうとですね、やっぱり一挙手一投足こう動画なので、あの細切れにならないんですよね。あの連続でこう動作があの収録できるというところで、これ動画がすごく向いてるんじゃないかということで始めたのが始まりです。で最初はまあ全然数なかったんですけど、今やですね、もう10年ぐらいやりまして1300本以上動画が中に収録されております。で中身はですね、あの基本的にはその生命科学研究を進めるためにですね、最低限これは知っといた方がいいんじゃないかっていうバイオのデータベースが入っています。まあ、具体的には、まあ猫も杓子もパブメドで文献検索をしますよね。まあ、パブメドの使い方なんてのは当たり前のように入っています。あとは例えばブラストサーチなんてのもよくこう皆さんよくやられると思うんですけども、あれの使い方なんかも入ってますし、例えばお手元のマシンでブラストをやる方法っていうのも実はあるんですね。ローカルでブラストをかけるとかって、そういう方法もあるんです。そういうのの設定の仕方なんていうのも中に入ってたりします。あとはもっとジェネラルに、例えばパワーポイントって皆さんこういう発表で使われると思うんですけど、こういう絵を描いたりするしますよね、発表で。そういうパワーポイントを使って絵を描く方法なんていうのも中に実は入っています。でそんなのばかりではなくてですね、もう少しこう突っ込んだ内容で、いわゆるバイオインフォマティクスという、あのこういう黒い画面に何か緑色でなんか文字を打ってる人たちいますよね。ああいう作業がなかなかそのとっつきにくいっていう方がいらっしゃるんですけれども、まあ、それも実はあんまり怖くないよという、実はコピペでできるんですよと、あの最初の簡単なところなんていうのは、っていうところからですね、こう手取り足取り動画を見ながら同じことをやってみたら、あなんだ実は簡単じゃないかみたいな、そういうあのものがですね、あの用意をしております。でさらにそこからもう少し、じゃあ 初級者がコピペでできるんだったら、もう少しそこから中級者上級者向けにですね、こういうコマンドライン操作というんですけれども、まあ、そういうところまで徹底的に解説をしていると、まあ、そういうような初心者から中上級者まで、あの幅広い内容のですね、動画の解説が載っております。でちょっと細かい話ですけど、個別の動画に DOI といってですね、ID みたいなものがついています。なので、もともとは論文とかにこうよく DOI ってついてると思うんですけれども、あれと同じもので、あの世界で被ったものが一つもないというような固有の ID がついてますので、あの引用したりしていただくときにこちら使っていただくことができます。で、YouTube というキーワードが出てきましたけれども、この動画がですね、すべて同じものが YouTube に上がっております。で、統合 TV は使ったことなくてもですね、YouTube は皆さん必ず使ったことあると思うんですけれども、あのインターフェースです。あのインターフェースで動画が閲覧することができますので、特に説明は不要かと思いますが、こんな感じで載っております。どちらで見ていただいてもいいです。YouTube の方で統合 TV を検索していただいてもいいですし、統合 TV であのオリジナルサイトに行っていただいても構わないと。まあ、どちらでも構いません。で右側にですね、これあの皆さんちょっと見れないんですけれども、あの貼ってありますが、この統計情報なんかも YouTube はあの出してますので、こんな感じで綺麗にですね、
見ることができます。で、今で10年ぐらいやってますけれども、およそ再生数が90万再生ぐらい来ています。で、まあ、これ多いか少ないかっていうのはちょっと皆さんご判断いただきたいところなんですけれども、まあ基本的にあの面白い動画はですね、1日で何十万再生とかいくらしいんですけど、まあ、我々のはまあ言ったら普通の人には全く興味のない、どうでもいいですよね、パブメドの使い方なんてね、一般の人にとっては、まあまあまあ、僕らの分野にとっては大事なことなんですけれども、まあ、そういう動画なので、そんなに爆発的に再生数は伸びないんですけれども、まあ、その中でも90万再生なかなか多い方なのかなというふうに自負しております。で、おかげさまでこう右肩上がりにですね、再生数が伸びていっておりまして、もうすぐ来年ぐらいには100万再生ぐらいになるのかなというふうな見通しでおります。で、先ほどちょっと字が小さくて申し訳ないですけど、パワーポイントの使い方がありますよなんて話をしましたけれども、なんとパワーポイントでこうイラストを描く方法っていうのはですね、歴代1位なんですね。だって4万5000再生ぐらいされてると。まあ、これはまさにその生命科学だけに限らず、パワーポイントで絵を描く人っていうのはまあ世界中にいっぱいいるわけで、あのキーワード検索等々で引っかかってきてですね、あの、はい、あの見ていただいているのかなというふうに思います。まあ、2位はあの PCR のプライマーを作るツールで、プライマー3という有名なソフトウェアがありますけど、それの使い方なんかが来てたりします。で、その人が何ですか、あ、下が Gmail の使い方ですね。 Google のあのメーラーのサービスですけど、こういうのが来たりしています。で、最近ですね、いろんなところで講習会をしております。まあ、これも一つ、まあ、講演、今回は講演会ですけれども、講習会でハンズオンでいろいろやってますなんて話をしましたけれども、それの様子をですね、こんな感じで動画で撮りまして、で、かつ動画の様子と、その講習会で使ったですね、こういうテキストの情報が、こう、同じページで見られるようになっておりますので、まあ、その会に出られなくてもですね、全く同じ内容で、あたかもそこにいるかのように講習を受けることができると。いうふうになっております。で、あとですね、NGS ハンズオン講習会というのを NBDC が主催で過去4年ぐらい、2014年からやっておりますけれども、次世代シーケンサーは皆さんやられている、やりたいと思ってるみたいな方がいらっしゃ、結構多いんですかね。どうなんでしょう。興味はあるけどなんか難しそうみたいな、そういう感じなんです。そういう方向けにですね、まさにこれを出しているところの意味合いとしてはありまして、ここにちょっと時間をかけましたけど、ものすごい時間数なんですね。43時間とか47時間とか64時間とかっていう、ちょっと驚きませんか。これ右側に YouTube の画面が出てまして、これリストになってますけど、一本一本が動画で4時間とか5時間とかの動画って見たことあります？映画以外でね、ないですよね。ただ本当にちゃんと入るんですよ、 YouTube の中には。で、これ何かっていうと、朝9時からですね、夕方の5時6時まで月金5日間東大の農学部でですね、ハンズオンで講習をするっていう、そういう非常にスパルタな講習会がありまして、1週間で NGS の基礎から実用までやるという、そういう非常にチャレンジングなイベントだったんですけれども、その様子を全部動画でこんな同じようにですね撮りまして、で、作業してる画面なんかも、場面なんかもあるので、そこはカットしているんですが、それでもだまあ1日の分なんで4時間5時間ぐらい、まあ、だいたい日中6時間7時間ぐらいやってるわけなんで、それのうちカットしてだいたいこのぐらいの時間になってるというふうに考えていただければいいんですけれども、こんなようなになってます。で、ちょっとここもですね、この辺にどういう内容が入ってるかなっていうのをちょっとスクリーンショット撮ったんですけど、 NGS 解析をやるとやっぱりですね、ものすごい、いわゆるビッグデータっていうと非常に曖昧な言葉のように聞こえると思うんですけども、まあ、テラバイトスケールでデータが出てくるわけなんですね。そうするとやっぱり、いわゆる皆さんよくやられる Excel とかだと、もうデータが見れない、開けない、開いたらパソコンが止まるとか、そういうものなので、やっぱりコンピューターがどうやって動いてるかみたいなところから知らないといけないみたいな話になってくるわけなんですね。なので、そこの話から始まってます。コンピューターがなぜ動いているのかとか、 OS って何ですかとか、ネットワークってどうやってデータをやり取りしているか知ってますかとか、そういうようなところを知らないとですね、いざトラブル、まあトラブル続きなんですけど、トラブルにあった時に自分で解決できるようになるというのは非常に大事なところですので、まあ、その辺をですね、余すところなくやってるわけなんです。なので時間が長いんです。時間が長いんですが、それだけのことをですね、1年かかっても習得できない人は、まあ、世の中にたくさんいるわけなんですね。まあ、その代わり、このぐらいの時間
これからお正月を迎えるわけなんですけど、時間があるわけですね。もうちょっと気合を入れて、これをちょっと勉強してみようかみたいなのにはちょうどいいようなお休みだと思うんですけど、話のネタとしてはですね、NGS で飯を食っていきたいなら騙されたと思ってこれをちょっと見てみると、自分がいけるかいけないかみたいなのも判断できるんじゃないかっていう話をしておりますので、もしちょっと NGS これからやってみたいなという方いらっしゃったら、本がいろいろ書籍いっぱい出てますけれども、本で勉強されるのでも構いませんし、いやいや私は動画で見たいとかっていう方はですね、ぜひこれ使ってみてください。こちら無料で全てご覧いただけますので、ご活用いただければなと思います。でもう一つ、統合 TV の中にもともとですね、別々のサービスで統合ピクチャーギャラリーという名前で、運営をしていたんですけれども、ちょっと一緒にした方がよかろうということで、今統合 TV の中に入っております。で、統合 TV のトップページの左側のこのところにですね、自由に使える画像を探すっていうボタンが新しく去年ぐらいからできておりまして、ここをポチッと押していただきますと、こういういわゆる画像、生命科学系のイラストですかね、イラストとか画像が入っております。で、これまさにもう誰でも自由にですね、見ることはもちろんできますし、スライドとか論文のフィギュアとか、あと販売資料とかポスターとか、何でもいいです。何でもいいので自由に使っていただくことができます。で、ここ統合 TV から撮ってきましたよっていうところだけ出典をですね、明記さえしていただければ、どのように使っていただいても構わないというような形になってます。ちょっと今ここに見えている部分だけで説明すると、こういう薬の絵ですとか、ちょっとこういう DNA から RNA が転写されるイメージとか、あとこういうなんかマウスの結構リアルな映像とか、あとこういうコンピューターの絵とか、割とよくイントロダクションとかで使いますよね、こういう画像。ただやっぱりウェブから探してくると、著作権これ大丈夫かなとかっていうのが結構あって、なんかやっぱり使うのやめとこうみたいな話になるわけなんですけれども、これはもう非常に単純明快にちゃんとクレジットが書いてありますので、ぜひこういうのを使っていただければいいなというふうに思って、いろんな種類の画像を今現在進行形で作っております。はい、これまでが統合 TV のご紹介でした。で、またこれちょっと変わりましてですね、これ新着論文レビュー、もう一つ領域融合レビューという名前で、実はこれ DBCLS の一番トップサービスの一つで、ユーザーがたくさんいるサービスの一つです。で、これはですね、新着論文レビュー、この左側の方ですね、左側の方はそのネイチャーとかセルとかサイエンスみたいな、いわゆるトップジャーナルに出たようなジャーナルが毎週のようにこう論文が出ていくわけなんですけど、その中でですね、日本人が著者のものに絞ってですね、論文が出ますよね。そしてその瞬間にそのうちにいる編集者がですね、メールを書いて、日本語であなたのその今出たばかりの論文がですね、そのちょっと違う分野の人にもその面白さが分かるように日本語でレビューを書いてくださいというふうに依頼をしています。だいたい8割ぐらいの方が、あ、じゃあ OK ですって形でこれを出筆してくださってですね、幸いなことに、遅くとも2ヶ月以内にはその日本語のレビューが出る、そのオリジナルの論文が出てから2ヶ月以内には出るようになってますっていうふうに歌ってるんですが、幸い1ヶ月以内ぐらいには、遅くとも最近は出ているようです。で、これの使い方としてはですね、ここに書きましたけれども、そのやっぱり自分のご専門はですね、英語の原著論文読んで、その面白さだとか、さすがこういう論文に出るよなとかいうのは分かると思うんですけれども、やっぱりなかなかこういろいろ加速度的に発展をしてたりですね、研究分野細分化したり領域横断的にこう進んでいる中でですね、なかなかその全部面白さをこうレビュー、フォローするのは難しいというところでなんですが、我々日本語が母国語なので、日本語であればある程度そのちょっと分野が離れたところでもですね、その面白さが分かる専門用語とかなんかも、日本語であればなんとなくこのイメージすることができるというところがあるので、日本語でこういうレビューを書いてもらっています。で、これですね、実はその一般の方向けというわけではなくて、標的としてはですね、この教員の方とか研究者とか大学院生学生ぐらいのある程度その生物学のバックグラウンドがあるような方向けの文章で書かれていますので、ちょっと一般の方が読もうとするとちょっと難しいかもしれませんが、ある程度そういうようなバックグラウンドがある方であれば分かるような内容になっています。で、左側がですね、個別の論文に
対してレビューを書くもので、右側はですね領域融合レビューという名前の通りで、ちょっとこう分野横断的なその領域の今の現状はどういうふうになってますかなんていうのをですね、その分野の専門家の方に、こちらはまさにいわゆる本当のレビュー誌に載るような内容の日本語版と考えていただければいいと思うんですけれども、この一番上ですと、そうですね、これあのそうだ千葉大の人のエントリーしたんですね、集団ゲノミクスから探る植物の進化とかっていう、この植物のゲノムの分野の今の現状はこんな風になってますよなんていうようなレビューになってますし、なっているわけです、はい、で下もまた植物のやつですレビューですね、風になってます。でこちらもあのまさにそのクレジットをしていただければ、どういう風に転載していれていいし、改変再利用していれても OK という風なものになっております。で、あとはですね、これ何時までしたっけ ?30。あと10分くらいですよね。はい。急ぎます。ですね。こちらはですね、インメクセスと言いまして、ちょっとまた、今までのとまた話が変わって、今度はですね、文献の処理とかに、テキストマイニングと言われるような、テキストをこう、膨大なテキストを処理してですね、そこから何か知見を得るみたいな、そういうところもやっておりまして、そこの専門家がですね、こういうことをやっております。これ英文とか論文で記事を書くときにですね、よく使われる表現を確認するサービスというふうになってます。でここの窓にですね、キーワードを入れていただくと、自動的にですね、それがババババババッとこう候補がたくさん出てきます。でこれなんかの例だと be associated っていうふうに関連するっていう英語ですけど、be associated with だっけ to だっけみたいな前置詞が分かんないみたいなって、我々よく日本語が母語の人はよくあると思うんですけど、そういうのをですね、この英語のパブメドのアブストラクトの中からたくさん出てきたらそれが正解だろうという、そういう集合知的な観点で検索することができると。でこれなんかと正解は Be Associated With なんだなとか、20万件ぐらいありますよなんていうのがすぐ簡単にわかるわけです。あとは英語を書いててですね、どういうふうにこの前後に表現が出てくるかなんていうのも、こちらにライフサイエンス辞書と提携を連携をしてまして、ここからクリックするとですね、こういう画面に飛んできて、前の語後ろの語みたいので文章をソートすることができる。ここに出てきている文章っていうのは実際のそのパブメドのアブストラクトの文章になっています。で次にですね、こちらの略語検索ということでアリーというサービスがありますが、これまさにですね、iPS 細胞の検索例を右側に出していますけれども、iPS って何の略語か、そらんじている方いらっしゃいますか？幹細胞分野の方はね、当然これそらんじてないと、大丈夫かって言われると話だと思うんですけど、なかなか皆さんそらんじてないとは思うんですけど、そうするとそれが、ここ iPS って入れていただくとですね、すぐ出てきます。Induced Pluripotent Stem の略なんですね、iPS。でまあ、このぐらいだったらまあ Wikipedia で出てくるわけなんですけど、じゃあこの言葉がですね、いつ出てきたかっていうのはなかなかパブメドで検索するのもしんどいと思うんですけども、それもですね、この2007年のこれセルのペーパーなんですけど、ここで初めて iPS という言葉が世の中に出てきましたよなんていうのもすぐに分かると、まあ、そういう優れもののツールになってます。あと皆さんよくこう新しい何か現象とか遺伝子とかを発見した時に名前を付けたいわけなんですけど、こう新たに略語を作ろうとした時にですね、その略語がすでに違う分野ですごいメジャーな略称だったりすると、ググラビリティが下がりますよね。 Google でこう検索されないっていうようなことになりますので、その略語をですね調べる、自分が付けようとしている略語がちゃんとしてるかっていうのをですね調べるなんていうのにも使えるわけです。こういうサービスもあります。もう一つこちらちょっと亜種なんですけど、テキスト比較ツールで DIFF というサービスがありまして、いわゆるこの DIFF を取るとかってこうよくこう差分を取るツールで、コマンドラインでよくあるんですけど、それのウェブ版というふうになってます。はい。で、これまさにこう似たような文章がこう出てるわけなんですけど、こう比較してみると全然こう青くなってるところが違うところですみたいなものになってます。で、こういうのってよく英語しかできないとかってあるんですけども、日本語のテキストも対応してますし、ワードの文章はもちろんそうなんですけど、コンピューターのソースコードとか、あともう少し遺伝子のリストの差分なんかも取れるような形になってますので、ここに遺伝子のリストと何か処理した後の遺伝子のリスト、例えば10個ぐらいだったら目で見て差分が分かりますけど、これが100個200個1000個ってなってくるとなかなか目で見るのはしんどいので、こういうツールを使うなんていうのもあります。でこれを作ってる人が、本業で DBCLS で何をやってるかっていうと、こういう Google なと言います。GGRA の改定 Google な
もう一つがゲゲゲノムと読むんですけど、GG ゲノム。この二つをやってます。で、これちょっとまあテキスト検索に似てるんですけど、高速にですね、遺伝子のデータベースの中身を調べるサービス。で、こちらは高速にですね、ゲノムの中身を配列検索するサービスっていうのを作ってます。で、ある遺伝子について調べたくなったら、この Google なで検索をしましょうというので、Google な。Google で検索して、遺伝子を検索してもなかなか配列の情報とか出てこないですよね。なので、遺伝子について調べたくなったら、Google するんじゃなくて、Google なで調べようという、まあそういうシャレで名前をつけています。で、論文の中に出てくる、例えば、塩基配列とか、アミノ酸とか、プライマーの配列とかありますよね。あれを皆さん調べるとき、ブラスト検索よくやられると思うんですけど、なかなか短い配列だったりすると出てこなかったりとか、すると思うんですが、非常にそういうの得意で、ものすごく 0.1 秒ぐらいで検索結果が返ってきます。これちょっとね、使ってみていただくと素晴らしさがわかるんですが、この、スクリーンショットだといまいち伝わりませんが、ぜひ皆さん、お手元のコンピューターでやってみてください。で、この高速の検索の技術をですね、ゲノムに応用したのが、こちらのゲゲゲノムというふうになっています。で、ミスマッチとかギャップがあってもですね、非常に高速に1秒もかからないぐらいで、サーチしてくれて、あなたのクエリの配列はゲノムのどこにありますよ、なんていうのを高速に検索してくれることができます。で、さらにこの研究者がですね、もう一つ、最近流行りのクリスパーキャスのありますよね。ガイド RNA。これを設計するツールっていうのを作っております。で、クリスパーやりたい、やってる方、もしいらっしゃったらですね、こちら、クリスパーダイレクトというサービスですけれども、こちらもちょっと使ってみてください。で、もう一つは、先ほどこれ私が担当してるって話をしましたが、RefX、リファレンスエクスプレッションデータセットというデータベースを作っております。これですね、正常組織ですとか、細胞株における遺伝子発現データを調べるっていうところに特化したものです。で、このソースになっているデータっていうのは、公共データベースにある誰でも利用できるデータからですね、私たちが選んで、こういうデータを見るのに適したものをですね、複数選んできて、並び替えて比較ができるように、まあ、いわゆる正規化みたいなことをしてですね。で、こういうウェブのインターフェースを作って提供しているという形になっております。で、実験手法を複数用意してまして、いわゆる測定手法によってですね、ある遺伝子がどの臓器でどのぐらい発現しているかっていうのを簡単に比較することができるんですね。まあ、このようにちゃんと合ってる場合もあれば、意外にこの測定手法によって発現量のバリューが全然違うなんていうケースも、こういうふうに一目瞭然で見ることができます。これのいいところはですね、1個だけのソースを追ってると、それが本当かどうかっていうのはちょっと分かんないケースっていうのはやっぱりあるんですけれども、やっぱりこう複数で見ていくと、あ、それは正しそうだなとか、いや、ちょっともう少し調べた方が良さそうだなっていうのをご自身の目でですね、確認することができるというようなのがいいところだと思っております。あともう一つ特徴はですね、この組織特異的発現遺伝子っていうのをワンタッチで検索することができて、ここのトップページにこんなような臓器のアイコンが10個出ておりますが、ここから例えば肝臓で特異的に発現しているものを調べたいと思ったら、この肝臓の絵をポチッとクリックしていただければすぐにですね、その肝臓に特異的に発現しているような発現パターンを示す遺伝子を一発で検索することができます。ので、こういうのをうまく使うとですね、この遺伝子発現解析とかで見出されてよくわからない遺伝子っていうのがよく皆さんお手元出てくると思うんですけれども、そういうのがですね、どういう機能を持ってるのかとか、今まで私たちが知ってる追っかけてる遺伝子とどういう関係があるのかなんていうのを比較しながらですね、仮説を立てていくことができると。まあそういうようなところを目指して、こういうインターフェースを作っております。で、これ最後になりますけれども、先ほどちょっと出てきましたね、一番人気があるという、チップアトラスという、このデータがダウンロードされているのが一番だという話がありましたけれども、チップアトラスというサービスがあります。で、これはですね、論文としてこういう発表された、クロマチン免疫沈降をして、そこをシーケンスしたようなデータっていうのが、これはたくさん世界中に今も出てるんですけれども、それをですね、これ今までは自分がダウンロードして自分でデータを処理しないと中身が見れなかったんですけども、それをもう、美味しいところだけ持ってきたいですよね。どの遺伝子がどういうところにくっついてたのかとか、どういう、転写因子と一緒にくっついてて作用しているのかなんていうのを、もうあらかじめ我々の方でですね、計算をして、そのデータがもうワンタッチベースでですね、ゲノムブラウザーで見ることができるっていうような、そういうツールになっております。なので、いわゆるこういう転写因子の研究やってる方なんていうのは非常にこの食いつきがいいサービスです。ちょっとここ、まあ時間もありますんで詳細は省きますけれども、ここに書いてあるようなですね、まあよくやられる転写因子のこういうパートナーを探すとか、あと自分のデータと公開チップ
のデータをですね、比較解析したいなんていうのが割と簡単に、今までよりは簡単にできるようになっておりますので、もしご興味ありましたら、こちらアクセスしてみてください。すみません、書き返しになってしまいましたけれども、一応今回ですね、テーマとして、今日から使える便利な生命科学系の公共データベースということで、これ DBCLS が全て提供しているサービスですけれども、紹介をしてまいりました。で、今回紹介してきたようにですね、いわゆる、もうウェットとかドライとかっていうのはもうないと私たちは考えていて、いわゆる生物、実験生物学の研究で、まあ、顕微鏡とか実験試薬っていうのは、まあ、道具として使ってるわけなんですけれども、まさにこういう今の時代はですね、こういうインターネットのデータベースですとか、ウェブツールも同じなんですね。同じ道具、ツールとして使いこなさないとなかなか厳しい状況になってきているだろうというふうに思いますので、私たちはここの、いわゆるデータベースとかウェブツールの部分を強化するという仕事をやっております。で、最新の情報っていうのはですね、まあもちろん論文含めてですけど、インターネット検索はやっぱり駆使しないとどうしてもなかなか把握しづらいというところがありますので、これをぜひですね、インターネットを活用していただくというところがいいのかなというふうに思います。で、これら今まで紹介してきたようなですね、便利な道具を知ってですね、その使い方が分かればですね、あとは研究者個人のですね、まあ、情報をどうやって分析するかとか、どういう切り口でそこを物事を見ていくかとか、あとその見たものをですね、どうじゃあそこを想像して次につなげて仮説を立てていくかみたいな、まあ、そこがいわゆる研究者のセンスというのか本質的な部分なんだと思いますので、まさにここで勝負したいというところで開発を進めております。で、何かデータベース関係で困ったらですね、ぜひ統合 TV を見ていただければいいなというふうに思っております。で、我々のサービスもですね、研究に役立ったらぜひ引用クレジットをしていただかないと、我々のこういう活動がですね、実は役に立ってないんだなというふうになってしまいますので、ぜひとも私は引用しなくてもいいかとかっていうんではなくてですね、ぜひとも細かい仕事でも構いませんので、こういう引用クレジットをしていただければなというふうに思います。以上です。どうもありがとうございました。